なお。1995年2月10日生まれ。出身地、福岡県。身長160センチ。血液型、A 型。なおさんは、日本の女優です。なおさんが、テレビ番組、川島明の芸能界マル秘通信簿に出演。驚きの天然エピソードを明かしました。それは、 彼女が今の事務所に移籍する前のエピソード。普段は遅刻をしないのだが、なぜか飛行機だけは乗り遅れてしまったというなおさん。念のために早めに家を出発したそうです。搭乗時間まで余裕はあるものの、買い物にでも行こうものなら、乗り遅れる可能性も。そこで彼女は、当時所属していた事務所に立ち寄り、スタッフとしばらく談笑することに。マネージャーさんもいるし、これなら大丈夫。 と安心しきったというが会話に夢中になった挙句飛行機のことなど忘れ気づけば家に帰っていたというこのエピソードを聞いたキリン川島さんが「イコホラーじゃない」と驚きながら「どうしたの?」と心配奈緒さんは「その日はマネージャーさんと喋りに行ったことに満足してしまった」と解雇「そろそろ時間だよ」とマネージャーは飛行機の搭乗時間について言っていたのだが彼女は」 お疲れ様でした」って言って気づいたら家の近くにいたと笑っていましたまた健康オタクで漢方を煮出したり錠剤を飲んだりしているといいます撮影初日に漢方を煮出しすぎて漢方の香りがしたままクランクインしたとか家で煮出した漢方を飲んでから現場へ行ったそうでメイクさんに打ち明けたところ漢方の匂いがすると思ってたと見抜かれていたのだとかもう 本当に天然ですよね。